slinging no more, and I got to push, cause you got to pull your own repartee. Keep those this groove, it's just when I need to get to it. Dancers who make dreams come true. These are Star, top of artists. これまでのリーズスター、月城大河からの挑戦を受け、アノニマスファイナルバトルに挑んだ朝日美優、星神リオン、天宮翔太、結城日向、一条蓮、5人は最強のユニット、リーズスタードリームズを結成。夢を信じて思いっきりダンスを楽しむ。最高のボルテージで新アノニマスに勝利。強い絆で結ばれた5人はリズスタードリームズとしてデビューが決定。だがそこに月城大河からの新たなる刺客、その名もディザスター。これはやばい、やばすぎる。果たしてリズスタードリームズは無事にデビューできるのか。レン君もっとこっち見て、せっかくいい顔してんだから。あ、翔太君ありがとう。あ、いいじゃんいいじゃん、翔太君ありがとう。いいね。ひなちゃんは、ひなちゃんも笑っちゃおうか。ゆうちゃんね、顔見てみて、すっごいいい笑顔してるから。楽しいね。うん、おー、いいじゃん、ゆうちゃんありがとう。いいね。リオンちゃんクールでかっこいいけど、リオンちゃんの笑顔も見たいな。うん、あ、いいね、ひなちゃんいいじゃない。いい。じゃあちょっと配置変えてみようか。ひなちゃんとリオンちゃん一歩前に出て、ちょっとしゃがんでみようか。あ、いいね。じゃあこれも撮っていくよ。どんどんポーズ撮って、様子気なの撮って。あー、いいね、かわいいよ。みゆちゃん、もうちょっとアーティストっぽい感じで、かっこいい感じでいってみようか。はい。うん、いくよ。みんなクールだね、大人っぽい。みゆちゃんは大人っぽい感じの笑顔が多いな。クールなの欲しいな、みゆちゃん。みゆみゆ、ちょっとヘラヘラしすぎじゃね。だって嬉しくって。まあ気持ちはわかるけどな。でしょ、こんな風にちゃんとしたアーティスト写真撮ってもらって、私たち本当にデビューするんだなって。だな。リオン、どうかした？うん、どうもしないけど。あの連中のこと気になってるんだろ。あの連中って、この前の。ほんとムカつけよな、デビューの告知の邪魔をしやがって。てかなんだよ月城大河は。俺たちリズスタに何か恨みでもあるわけ？リズスタっていうか、リュウジさんにこだわってるのかもな。月城大河ってリュウジさんとユニットを組んでたんだよね。兄とは昔からのダンス仲間で、すごく仲間良くて、リュウジ&タイガは最強のダンスユニットだった。でも突然ユニットを解消して。喧嘩でもしたってこと？方向性の違いで別れた、確か聞いてない。でも今のあの人はあの頃とは全然違う。ああ、もう月城大河に直接会って文句言ってやりてえよな。何があったか知らねえけど、俺たちの邪魔はすんなって。お待たせしました、撮影始めます。はい、はい。直接会って、蓮に聞きたいことがある。え？
この写真もいいな。こっちも躍動感があってリズスタらしさが出てる。なかなか絞り込めないな。カイリ君はどれがいいと思う？なあ王朝、今そんなことしてる場合か。王将を選ぶのは大事なことでしょ。リズスタがどういうアーティストなのか世界中の人に伝える最高の一枚をチョイスしないと。分かっとるわそんなこと。うちが言いたいのは月城大河のことだろ。一人で自主練？うん。リオンに声かけたんだけど忙しいって断られちゃって。最近リオンレッスン終わるとすぐに帰っちゃうんだよね。何か用事でもあるのかな。あいつもしかして。リンに聞いてきたの？うん。毎日一人でどこに行ってるのか気になって。リオン月城大河に会おうとしてるんだよね。レイはここで練習してて月城大河に声をかけられた。でも一週間通ったけど現れない。一週間でダメなら一ヶ月でも一年でも。みゆ、私も一緒に会う。会って聞いてみたいの。なんでこんなことをしているのか。本当みゆって何でも首突っ込みたがるよね。それよく言われる。ねえリオン、待ってるだけじゃなくて直接呼びかけようよ。直接呼びかける？うん。ミュートリオン、ほら見て
何もせえへんからこの子らまだ勝手なこと始めとるかな。一体どんなステージを見せてくれるのか。熱くいくしかないじゃん。ダンスは遊びじゃない。おいおい、なんで二人だけでリズスタステージやってんの。二人ともいい感じ。あなたはどうして私たちリズスタを邪魔するの。訳を聞かせて。私たちあなたがよく知ってる場所で待ってるから。え？は？どうすんねん。この頃月城大吾と直接対決する気やで。行ってもダメか。仕方ない、帰ろう。で、明日また来よう。え、今日がダメなら明日も明後日も会えるまで来るだけ。久しぶりだな、リオン。月城大河。リオン、お前昔と変わってないな。相変わらず生意気そうだ。そっちは随分変わったよね。兄さんとユニットを組んで踊ってた頃はすごくかっこよかった。それなのに今は。タイガさんはなんで私たちリズスタにこだわるの。リズスタステージに乱入までして。お前たちリズスタのことなんてどうでもいい。俺はリズスタステージをこの手に取り戻したいだけだ。え、取り戻すどういうこと？あのステージはもともと俺とリュウジ、
二人のユニットのために開発されたものだ。俺たちが作る最高のエンターテインメントを世界に届けるための特別なステージ。だが、リュウジはそこにスキルもない未熟なダンサーを立たせると言い出した。夢を叶えようとする思いが強ければ、輝けるだと？バカバカしい！リュウジは逃げたんだ。魂を削って、スキルを追い求めて、最高のパフォーマーになるという道からな。違う。お兄ちゃんは逃げたりしない。俺とリュウジどちらが正しいかはすぐわかるさ。俺はリズスタステージを取り戻す。そして最高のスキルを持つパフォーマーだけが立てる場所にする。それこそあのステージの本来あるべき姿だ。それって楽しいのかな。ダンスのスキルはもちろん大事だけど、それだけじゃ楽しくない気がする。ステージは戦う場所だ。楽しさなんて必要ない。校長、なんとかせなあかんやろ。月城大河のこと営業妨害やって訴えたらいいんちゃう。リュウジはそうしたくないみたいだ。なんでやねん。リュウジはまだタイガと分かり合えるって信じてるのかもしれない。タイガさんって誰よりも大きな夢を持ってた人なのかも。どういうこと？リュウジさんと一緒にスキルを磨いて最高のパフォーマンスを完成させる。その夢をずっと追いかけてきて。でもその夢が叶えられなかった。ディザスターとのバトル対決。大河君に思い出してもらう。ステージは楽しい場所だってことを。リオン。
次回のリズスタートップオブアーティスト。大河君の狙いがリズスタステージを取り戻すことだったなんて。もうすぐリズストドリームズのデビューステージなのに。また何か仕掛けてくるかもしんねえな。私たちなら大丈夫だよ。たくさんの人に見てもらえるように宣伝頑張ろう。私たち5人でステージの楽しさを届ける。で、ディザスターもデビューステージを。みんなで一緒にディザスターステージスタート。ディザスターウィニングダンスチャレンジ。みんなも踊ってくれよな。